はい、皆さんこんにちは。今日はスクーンビットの沿いの22をちょっと歩いてます。いきなりね、こう入り口からこうバービアがたくさんあるところですけれども、ちょっとね、久しぶりにこうスクーンビットの22まで来たんで、ここら辺歩いてみたいと思ってます。入り口から音がいっぱいあったんですけど、3軒ぐらいのバービアがありますね。大変昔から変わらないですね。右はマッサージ屋さんとかもありますね。美味しそうなガイアンありました。マッサージ屋さんとかも現役です。こっち側から撮るよりも反対側から撮った方が見えるかな。このね、スクンビット沿い22は結構長い通りでね、 1.5 キロぐらいスクンビットからラマ4世まである通りですね。でそこにはね、あの一番大きい、昔はね、名前インペリアルクイーンズパークっていうホテルが、絶対ホテルがありましたけども、今はね、名前変わってマリオットマーキスクイーンズパークっていう名前に変わってます。ちょっとここ中入ってみましょう。そこにね、大きいホテルを中心に結構こうやったレストランとかですね、バービアとかがたくさんある通りですね。ここイタリアンのお店、ここ真正面、昔あれですね、韓国風焼肉のお店だったと思うんですけども、変わりましたね。インド料理屋さんもあります。この左手はタイ料理屋さんですね。バービアがあって、すごいいい匂いがしてます。ちょっとこのまま南に向かっています。この辺来るの正直なところかなり久しぶりでございます。右側はね、あのコンドミニアムですね。コンドミニアムのとこ1階に、昔もそばじゃなくてなんだサブウェイとかあったんですけど、なくなっちゃってますね。左側見ると M ソフィアの建設現場になってます。この通りにはね、本当にマッサージ屋さんとか日本食屋さんとかいっぱいある通りなので、来た方も多いんじゃないでしょうか。やっぱりね、クイーンズパークがでかかったんでね、1200部屋って言ってたかな、それぐらいね、部屋数のあるホテルだったんで、すごくね、利用する方は多かったと思います。フルーツ屋さん、この辺のマッサージ屋さんとかたくさんあったんですけどね、うん、この辺は普通に営業してますね。この右側にね、マクロができてますね。ここ昔何だったかな、昔バービア街だ。そう、ここ昔バービア街やったところですね。ここが今はマクロのフードセンターになってます。ちょっと左の方中入ってみましょう。ここら辺もね、結構怪しげなね、マッサージ屋さん系とかですね、あと焼肉屋さん。この辺のマッサージ屋さんはね、男性の方のマッサージ屋さんみたいな感じですね。で向こう行くと BNK48 とか焼肉ホルマたかしっていうお店がありますね。ちょっとここで U ターンします。ちょっと向こうの方行くとかなり怪しげだったんで戻ります。人がたくさんいたんでね、あのこれ以上中に入るとまずそうな気がしましたんで U ターンしました。下手ですみません。で左マッサージ屋さんがあって、ここら辺は本当にね、こうホテルが、大きいホテルがあるから、こうやったマッサージ屋さんとかが、レストランとかが多いところですね。カラオケバーみたいなのもたくさんあります。こっちの通りは真っ暗ですね。このままどんどん行きましょう。結構通りが長いんで、
だまだセブンイレブンとか閉まってるところも多いですね。マッサージ屋さんとかバーはもう開き始めてます。この表通りにあるマッサージ屋さんは普通のマッサージ屋さんなんで、特に皆さん気にしないでも大丈夫でございますので、ちょっとね横に入ったところのマッサージ屋さんが怪しげなところになります。両替屋さんもありますね。ちょっと見ましょう。5月25日夜8時両替2620バーツです。1万円で2620になります。まあまあそんなもんじゃないですかね。はい、こちらですね。バスも止まっておりますけども、マリオットマーキスクイーンズパークっていうホテルの入り口になります。結構岩でこうやって立ってみても結構たくさん電気がついているので、お客さんはそこそこいそうですね。ただね、以前ここの向かいにあったところ、両替所以外がもうほとんど閉まっちゃってますね。この2階とかにもね日本食屋さんとかたくさんあったんですけど、なくなっちゃってます。ちょっとクイーンズパークを横目に見ながらまっすぐ行きたいと思います。ちょっとここの右手がコンビニとかも全部なくなっちゃってるんで、ちょっと暗くて怖いですね。すごいな、バス5台ぐらい止まってますね、ホテルの前で。こちらの方にの今パッと真正面見てるところ、ここですけども、ここね、ここも日本食屋さんなんですけどね、うどんとか美味しかったお店だと思います。うどんの居酒屋やったかな。そこもなくなりましたね。なくなったのかちょっと移転したのかがちょっとわからないですけど、とりあえずお店がないですね。ブリヤニ、インド料理、クイーンズパークの横を通ったところにあたりにもたくさんマッサージ屋さんですね、あるところです。表通りは普通のマッサージ屋さん、こっちの方はこうちょっとバーとかがあるところかな。まっすぐ行きましょう。マッサージ屋さんで、日本食屋さんありますね、海鮮屋さん。でここ中入ったところも結構たくさんあるマッサージ屋さん通りですね。ちょっとね中の方入れなさそうなんでやめときます。向こうから手を振られましたけども、ごめんなさい、ヘタレで中に入っていく勇気がなかったです。ここら辺もマッサージ屋さんですね。こっちの方にもマッサージ屋さんありますね。どうかな、花マッサージっていうマッサージ屋さんあります。ここら辺はね、この中の方に入ったところは男性向けのマッサージ屋さんですので、だいたいね1時間で1500バーツか2000バーツぐらいかかるようなマッサージ屋さんですから、ご注意ください。普通のマッサージをされたい方はこの大きい通りの表通りの方のマッサージ屋さんだとほぼ大丈夫かと思います。だいたいこの辺りぐらいまでですかね、ソイの22で、にぎやかっていう場所ですね。ここら辺もちょっとやっぱり寂しくなったのかな。ちょっと寂しいような感じがします。あんまりね、やっぱり歩いてる人も少ないしっていう感じでしょうか。はい、スクーンビットのソイ22からお伝えしました。
まあ、大体こんな感じだと思います。はい、それじゃあまたよろしくお願いします。はい、ソイの22のパクソイまで戻ってきました。こんな感じでね、あのバーとかマッサージ屋さんとかがたくさんつながっております。昔々ね、もう本当にもう25年前ぐらいの話ですよ。私が初めてタイに来た時、もうこの辺り以上のね、こう怖くて降りれなかったですね。今じゃもうね、平気でこうやって歩いてますけれども、その時はもう恐れ恐れ歩いたもんです。はい、ソイの22のパクソイまで戻ってきました。でこれからちょっとまた別とか散歩していきたいと思います。はい、スクンビとソイ23の入り口来ました。もうジャスミンの入り口のとこですね。豚骨火山ラーメン、で牛牛亭焼肉、いつもピザのいい匂いしてると思ったら、このリトルイタリーのピザすんごいいつもいい匂いしてます。で隣サブウェイ、やっぱりもう夜なんでね、もう暗くなってますけれども、ここを抜けるとジャスミンシティホテルのロビーになります。ここのホテルはね、結構その仕事で来られる方とかにはすごく場所がいいホテルになってますので、短期の出張で来られるとか工場行かれる方とかでしたら、ここのジャスミンシティは意外と便利な場所にあります。はい、スクンとソイの23に出ました。まあ、ソイカウボーイの近くですね。いつもこの辺バイクでさーっと抜けてますけども、今日は歩いてます。この後ソイカの中通っていきますけども、ちょっと、みんなに液晶を見ないで歩くような形になるかと思いますので、ちょっと見にくいかもしれませんが、フォローしていただければと思います。こんな感じですね、ソイカウボーイの入り口、クレイジーハウスのとこです。今日水曜日ね、週の真ん中水曜日、なんだかんだ言って音楽はにぎやかです。こんな感じか。あ、にぎやかじゃないですか。ちょっと写真撮ります。バカラとか、ボーボーボーとかってありない、どうついてる、
ちょっと隠しながら撮影しましたので、あんまり見えてないかもしれませんが、ご了承ください。一応このカメラね、液晶を閉じることができるんで、液晶閉じてればね、なんかあんまり言われないですね。今度からそうしようかな。みんなね、後ろからパッと見て、液晶を見て撮影してるかしてないかみたいなのを見てるような感じなので、この方法いいかと思います。じゃあこれちょっとまた別の場所行きます。やっぱり来ちゃいますよね。ここは大衆の真ん中、水曜日のナナプラザでございます。結構明るい、明るいですね。バイクの路中もすごいですね。やっぱりこの辺来るとテンション上がりますね。もうすごい歩くのが難しい。途中のバイクだらけで、タクシーもね、ここでよく降りますからね。はい、ナナプラザ来ました。水曜日だけどね、結構賑わってますね。まあちょっと中身どうかわかんないですけど、まあとりあえずちょっと一回入ってみたいと思います。ナナちょっとうろちょろしてきました。1階のオブセッション、LB のとこですね。中空いて、中で踊っております。なんか今外出てきたら雨が降ってるみたいで、入り口の看板停電でストップしてます。で今ね、本当にナナ今日水曜日ですけれども、女の子非常にたくさん中で踊ってました。お客さんはねやっぱり少ないですけれども、それでももうほとんどのお店、3階のバタフライ以外他全部空いてるような感じですね。しかもほとんどがもうお店の中で踊ってるような、そういう感じになっております。ナナプラザ、これでね、ほんと6月になったらもう完全にオープンするんじゃないでしょうかと言ってもいいぐらいのような感じかと思います。はい、ナナプラザ前からお伝えしました。はい、ちょっとここでお茶でも飲みます。いただきます。はい、お茶一杯ね、コーラ、缶コーラ30バーツです。お店の中で飲んだらね、100バーツなんで眺めはいいんですけど、最近こっちでよく飲んでます。ちょっとね、この後いろいろ行こうと思ったんですけど、雨降ってきちゃったね。また雨降ってきちゃったんで、ちょっと今日はこれで終わらさせていただきます。ちょっとね、この後またね、別の日にですね、市場とかちょっとこう観光客でもね行ける地下鉄の駅から近い市場とかですね、そういったとこも巡っていこうかと考えておりますので、またご視聴いただければ幸いでございます。はい、ナナプラザ前からお伝えしました。ありがとうございました。